はい、どうも皆さんこんにちは、ケイと申します。本日ご紹介していくドラゴンボールの商品はこちら、 SMP。 はい、SMP って何ぞやっていう感じですけれども、ここに書いてある通りね、スーパーメタリックポスターということで、またね、ドラゴンボールスーパーブロリーの映画に関連した、こちらはジャンボカードラスって書いてありましたね。いつから販売してるのかわからないんですけれども、こちらをですね、やってまいりました。ここにね、書いてある多分イラストがラインナップされてるんだと思います。一応ね、ラインナップはこの辺に、表示させていただきたいと思います。で、こちら1回200円を今回私は、はい、6回やってまいりました。全部で何種類なのかな、まあさっきのね、ラインナップを見ていただければ何種類かっていうのが分かるかと思います。ではね、早速こちらジャンボカードラス SMP を確認していきたいと思います。ではこちらからいきましょう。一応ね、なんかね、こういう感じ、挟んである感じですね。はい、あ、ここにラインナップがありますね。全8種類って感じかな。はい、いきます。英語サイズ SMP 流行らそうかな。最初のカードはこちら。おお、ちょっと見えるかな、これくらい。はい、ベジータですね。あ、もうこれ完全にね、上のイラストとか、あの映画のね、ワンカットを、多分入れてるんだと思います。いいね、かっこいい。で、裏面はこんな感じですね。メタリック仕様になっております。いいですね、これ飾りたいな。では続いてこちら確認していきましょう。個人的にはね、このもちろんゴジータブルーと、あとゴッドのベジータが欲しいですね。いきます。ペロッとめくってからのペロンチョ。お、ブロリーの怒りバージョンですね。いいね、やっぱ上のここの部分が映画の、ワンカットで、こちらが多分書き下ろしとかなのかな。こういったシーンはなかったと思うんですけれども、躍動感あるブロリーのエネルギー弾が当たりました。では3つ目確認していきましょう。いきます。続いてのカードはこちら。おー、防寒着悟空。そうそう、悟空ね、ちゃんとね、手袋してるんだよね。ドラゴンボールアドバージ開封してて、気づいたんですけれども、この間3回目のね、映画を鑑賞してきましたら、一番最初ね、ちゃんとね、手袋をしていました。はい、そんな孫悟空でございます。じゃあ続いていきましょう。続いてのメタリックカードはすす、お、これはこちら。おー、スーパーサイヤ人ブロリーですね。かっこいいな、これなんか本当ブロリー躍動感あるポーズが多いですね、さっきの時にね。で、これね、この悪魔だよね、本当に。俺は悪魔だとはね、今回言わないブロリーですけれども、あっちのブロリーもね、こっちのブロリーも大好きでございます。イラストがいいね。では残り2つ確認していきましょう。まずこっちからいこうかね。いや、ゴジータ来てほしいところですね。あとはゴッドのベジータね。いきます。5つ目のカードはこちら。おー、ブルー悟空。まあ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 、いっか。あ、やっぱ映画のイラストが入ってるのはいいですね。映画のタッチとこのね、書き下ろしっぽいイラストをまたちょっと違うタッチでね、とても特徴的でいいと思います。はい、ではね、ラスト6パック目確認していきましょう。今のところ当たってないのはゴッドと、ゴッドベジータ、ベジじゃない、ゴジタブルーと、あ、これも当たってないね、ゴルグリと、あとこれは多分ブルーのベジータ、ブルーのベジータだったか。あと2枚、あと2枚か、あかな、まあいいや。わけわかんなくなっちゃいましたが、いきます。あと3枚か、そうだね、6パック買ってるんで、で8種類なんで。さあ、泣いても笑ってもラスト、私はゴジータブルーを引き当てる、引き当てる、引き当てる、しょーきたー。うお、めっちゃかっけえな、このゴジータ。どうですかこれ、イケメンすぎる。いいっすね、このね、オラとやろうぜの悟空と、あ、悟空とそろそろ温まってきたぜのベジータね、2人が映ってる映画のワンシーンと、最強のイラストゴジータ、最後に当てることができました。はい、というわけでね、本日はですね、 SMP、ジャンボカードラスのね、スーパーメタリックポスターというものを、6パック開封いたしまして、
全8種類中6種類、バッチリ当てることができました。まあね、個人的にはね、ゴッドのベジータがね、あと欲しかったかなっていうところなんですけれども、まあ、ゴジータブルー当てられたんで満足かなと思います。はい、本日もご視聴ありがとうございました。皆さんもね、こちら、なかなかいい商品なので見かけたら試してみてはいかがでしょうか。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。